いつからだろうね。子供たちの笑顔が眩しすぎてまともに見れなくなったのは。そうだ、サングラスでも買いに行くとするかね。必ず救い出すからね。たとえ君が100億光年先にいたとしても。強くなりたいのなら、まずは己の弱さを知ることだよ。男が背中で語ろうとしてるんだからね。1秒たりとも目を背けちゃいかんでしょうが。肉を切らせて、骨を立たせて、像を作る。わしが今まで殺した12,68人の海賊たち、あいつらのためにもわしは最強で居続けなきゃならんので。光の速さを超える、そしてあの日へ。星が生涯で最も輝く瞬間はいつか知ってるかい？その生涯を終える時だ。いやさかにの勾玉。